たまにはこの3人で訓練するのもいいもんだな。ああ、不謹慎だけど訓練兵時代に戻ったみたいで楽しかったよ。そうだな、あの頃と比べるとだいぶ老けちまったが。まあな、リコはそうでもないが、俺たちはもう立派なおっさんだ。見た目はそうだけど中身はそんなに変わってないんじゃない？確かに、イアンは訓練兵の頃から優秀な指揮役だったもんな。俺は命令通りに動くしかできなかったが、イアンは機転が利いたっつうか。状況に応じて的確に指示してくれて、私たちは何度も助けられてるよね。だが冷静に状況を伝えてくれたのはいつもリコだっただろ。それにいざって時に自分の身を投げ打ってでも作戦を実行していたのは伊丹自身だった。そう考えると俺たち3人は兵士としての相性が良かったのかもしれねえな。ああ、イアンと三度がいたから私もここまでやってこれたと思ってるよ。幸い俺たちは今でも同じ兵団で共に戦える立場にある。これからも3人で人類の勝利のために力を尽くそう。よし、じゃあ改めて誓いを立てるためにこれから3人で飲みに行こうぜ。昔からこういう時だけ三度が指揮役になるんだよね。